って言ってるんか。断固拒否、断固一緒、そこらの施しを受けない断固。どこにいたんだ、あほらやろ、あほらじゃねえや、あの勝山、勝山のどこにいたんかなと思って、どこやろ、ちょんちょんってしてもダメ、よし、やっぱ下出すか、でも今日まで吸ってたはずなんだけど、勝手が違うな、でも一番近いよ、飲み込んではいるわ、うん、あ、欲しい気がする、固まっている、おとなしいこの子よ、断固拒否ですね、飲み込んではいます、うんうん、何か分かんないけど美味しいかも、いける口ですな、ちょっと擦れてる、うん、つって顎が出てきて、うん、この歯生えてない一応、うん、あ、ちょっと生えてるな、2本ぐらい生えてる、しっくりしてきてる、大きい大きい、体もしっかりしてるよ、オスやな、お？オスやな、オスやな、うん、メスやと思うけど、うん、なんかちょっとオスっぽい要素を持ってる子もいるような気がする、どれや、これか、おちゃんはそれはメスやと思う、メスか、メス、あ、メスやな、うん、オスやな、大きいもんな、この子メスやと思って、メスやわ、うん、ただちょっとなんか分からん、まだ出てくるかもしれない、この子いつもシャーシャー言ってんじゃん、うん、はい、犬みたいにグルグルとかするし、さっきまでお母さん多分一番懐っこくなると思うよ、うん、お母さんといたもんね、どこやかな、うん、怖いの、かわいい靴下履いてる、みんな靴下っぽいよ、うん、美人になりそう、これは新選組よりしっかりしてるわ、体、うん、うん、骨張ってないもん、全然、なんかもうシャワーって言ってる、怒ってるの、怖いな、起き上がるもんな、手がさ、手でかくない、うん、でかいなんか、すぐでかいってこの手でかくて、この、こうのけぞってシャーって言ってる、うわーって言ってる、うん、一番リーダーなんじゃない、この子一番甘いもんになると思うよ、うん、長女です、花真っ黒、おもうそんなならん、そんなこと言うんやね、みんな守らなあかんな、うん、これは社会規ボランティアだね、うん、なんか厄介そうやな、なかなかのまん、さっきよりはスムーズ、ごくごくは言ってるから、うん、飲んでると思う、うん、わけわかんないけど一応飲み込んでるみたいな、トイレもするとは思うんやけど大きいね、うん、あのまあ場所さえ覚えればね、うん、2,3 日後にはしてるだろうね、ちゃんと、
そこで飲んでみるか。飲むかな。今日はダメやと思う。もうどっちみち固まってると思うわ、うん、明日明後日ぐらいまではもうダメだと思う。飲まんかな。あのもう、うん、怖いと思う人間が。そうそう、うん、家に慣れないと。人間が怖いんですか。うん、カメラ怖いんじゃない。やっぱ面白い。この子構えてる。よいしょ。落ちる落ちる落ちる。落ちた。後ずさり落ちた。後ずさり。膝に落ちた。落ちてはないけど。なんかここいいぞ。反抗箱座りしてる。そういう意味なのかな。シリンジの方がいいかな。こんなと。シリンジでバーッと飲ました方が早いかもしれないけど、まあ、直で飲むのはきついもんね。シリンジね。もう多分量が必要やからさ。うん。チビチビチビ。それが気になる。これ怖いやろな。なんだそれ、注射か。怖いよね。落ちるってば、お尻。よいしょ。まだ。はい。よし。押しながら飲んでるかな。あんまりいらないか。一番でかい300ぐらいかなと思ったら、この辺が300ちょっといかないぐらい。いくかいかないか。一番落ち着きそうな顔してる。どう飲む？でも半分ぐらいでベーって出しちゃう。この子いらないかな、うん、氷のように固まっていたし。今じゃあんな、うん、わーわーファーファー来るし。まあこの子らはそのうちね、もう大きいからね。そうだね。何この進化。今ゆっくり探検してるね。ミルク必要なね、バブバブの時期だとね、わけわかんないんだろうけど、ね、この子すごい甘えてくる。すごい甘えまるの。すぐすってくる。まあでも肉球がぷよぷよしてる、うん、綺麗だから外、中にいたのかなと思って。あ、外じゃないかな。外？鼻とか汚れてるし、うん、ちょっと甘えてきた。来る？来るんだ。来た。でかい。ね、もうちょっとおいで。これだけ大きいと安心だな、もう。三兄弟だけかな。もうちょっといたかな。はい、なりました。尻尾がすごい中に入ってる。警戒線。よっしゃ、まず第一歩やな。